はい、皆さんこんにちは、しょじゅうです。今日は、2月の22日じゃねえか、2月5日土曜日で、今一宮市にいるんですけど、ものすごい雪降ってまして、それでまあ今カラオケで温まってます。そんな感じですね。はい、今回の企画はですね、まあ、カラオケの、まあ、更衣室部屋を使ってやりましょうかということで、諸住と都市海大原君の、質問コーナー1位をやります。あ、都市海大原、じゃあ都市海大原君おいで。はい、はい、はい、都市海大原、都市海大原君です。おお、ですですね。はい、うん、今回は、編集とかその辺はちょっと分かんないけど、まあ、時間があれば編集してまた出しますんで、質問ね、今回は質問ですよ。皆さんは結構、僕とはツイッターとかやってますけどね。あ、最近あんま見てないけど。あ、そうか。俺はあんまり、まあまあ、まあ、一宮の今回で4回目だよな、雪積もったのな。まあね、こっちでは、安城じゃん、いつもよりは降ってるね。どうでしょう、このマスクとこの服合ってますでしょ。これクロアチアの一応シンプル、クロアチアに近いな。うん、だよ、旗に近いと。鬼滅の色違いで、まあ質問コーナーということで、まあ、僕んたを知らない、まあ、新しい人に向けて、まあまあ古い方もいいけどね。まあ、まあこういうの、簡単な質問をちょっと答えましょうということで、諸住と都市海大原が、やってきます。まあ簡単にね、まあ最初はまあこれですね。はい、好きな色はっていうことで、これは簡単ですね。僕の場合はもう誰が見ても赤ですね。はい、で、トシ君の好きな人は何だったっけ。僕はね、一応これ速攻だから僕知らないですよ。何も。僕はね、結構いろんな色好きだけどね。トシ君はね、結構ね、いろんな色の服持ってるんですよ。まあ、そうだ。まあ、聞いて嫌だ。一個だけって言えば、ブルーかな。おお、サムライブルー。うん。青はなんか、海のイメージもあるし。マシ君の手はちょっとブルー系。たまに僕と赤が被ってきたね。青はやっぱり海のイメージがあるし、で、あと空のイメージがあるやろ、青い。で、ちょっと青って寂しいようなイメージもあるね。サムライブルーで来たか。赤の理由は、赤の理由は、昔プロレスラーの中村慎介がおりまして、まあ、インターコンチナベルト のチャンピオンですよね、当時のね。で、そこから赤をもらいました。その前までは、まあ、普通になんかちょっと暗いような、ね、こういうちょっと暗めな服着てましたね。いや、昔はヤクザ系の服やったの。よく兄貴とか言われてましたね。小兄貴ですね。はい、小兄貴で言われる前は小自慢。そんな感じですね。正直はちょっと、ひねっただけですね、僕の。正直ね。ハンドルネームは。わかりました。まあ本名も大体もう、みんな大体分かったらね。本名まで分からん。いやいや、はい。では、第2弾。第2問。カップラーメンを1週間に何回食べますか。まあ、よくある。お、僕はね、多分ね、4回。ちょっと多いかな。多いか。僕はね、3回。カレーズなんか笑う。意外に少ない。そんなもんだぞ、最近は。ほんで、日清かな。あれ、20円か30円あげるでしょ。カップヌードルね。4月ぐらいだっけ。あ、これは、あ、これは。今全部上がってる。いや、だから冬に入れる野菜だけは下がってるんだよ。あ、そうか。白菜とかキャベツ。今一玉大体100円ぐらいで買えちゃうね。じゃあちなみに
ラーメンの種類、あいやカップ麺で何が一番好きなの？俺はあの焼きそばの方で UFO か、焼きそばは UFO か、焼きそばは UFO ね。で、うんと、うん、カップ麺の麺の方はあの行列のできる和歌山ラーメン、やっぱり何言うと思った、あれうまい言うと思ったら、あだってあれ欲しくて結構ね、回ったし、自分飲んだ。汁まで自分飲んじゃう、うますぎて。あ、うん、あとはご飯の上にあのそういう汁かけたり、でバーってお茶漬けみたいにして、うん。ちなみに、僕だと、うん、焼きそば、さっき焼きそばって言ったね。うん、焼きそばだと、うん、一平ちゃんの塩かな。一平ちゃんが、うん、あ一平ちゃんの塩だな、一番あれ、まるちゃんだっけ、一平ちゃんのまるちゃん、うん、それか、それかあのニュータッチが作ってるあ、すごめシリーズ、うんうんうん、台湾だ、変わったことか、台湾焼きそばか、台湾焼きそば、変わったことだな。で、普通のカップ麺は、普通のカップ麺好きなの、うん、日清の北海道のミルクシーフードヌードルかな。俺昨日スーパー行ったら一杯あったもんで、トシ君に一応 LINE で送ったんですけど、でも買ってない、買ってないですか、うん、ありがとう。じゃあ3問目いきます。一応今回は5問やりますんでね、うん、女優たちの、好きな音楽ということで、まあ、まあ、いきましょうか。音楽にもジャンルがいっぱいあるからね。まあ昔で言えばね、あのヤマハでやったあの ポプラーソングコンセプト、うん、略してポップコンって言ったけどね、うんうん、まあうちんたはあの後半の方かな、うんうん、後半の方を見に行ってましたね、うん、あの妻恋までね、うん、であとはまあトシ君はまあイカ天も好きだったから、ラテンとかね、結局好きだと好きな音楽はあ、ほんで昔の話、昔ね、昔の話、あ、うん、俺んたら学生がちょうど入ったぐらいの時までは、うん、そういうアマチュアのコンテストもそれを見に行っとったっていうことで、まあ僕も、うん、一緒に見に行っとったってことで、まあそうなるけど、まあ普通に好きな音楽って言ってもね、うん、僕は結構アイドル系が好きですね。だからな、うん、やつな、うん、まあアイドル系でもやっぱりね、もう、もののふって言ってね、ももクロちゃんとかね、あ、うん、俺その辺は全然なかったね、その辺は全然なかったな、うん、まあその辺でしょうね、あ、うん、最近聞くって言ったらね、あ、まあ、うん、あとはアニソンとかね、キビラのホムラとか言ってますけどね、あ、うん、確かに僕ね、僕音楽の趣味はね、結構ね、うん、ジャンルが幅広く好きなのでさ、ラップ系、ラップも聞くし、あ、うん、あのなんかチューンのなんか音を下げたりする、あれも好きやろ、シンセサイザー、あ、シンセサイザー、ああいう、うん、トシ君はね、変わった音楽が好きだよね、うん、で結果ね、これかなと思うのはね、やっぱりノイズ系音楽、ああ、うん、ノイズね、それこそあの、うん、そのシンセとか、ああ、あね、なんかあの去年の末やってて、一日中それをリューってトシ君が聞いとったって、ああ聞いてた、あ、ずっと聞いてねえよ、あのね、あれ24時間ずっとやとかやろ、それ大晦日あれね、元旦、あ、元旦、うん、元旦の0時から、うん、その1日の0時まで、うん、24時間連続のノイズっていうか、うん、ノイズっていうのかな、あれは、あ、電子音楽をつまみとかで、そう、新世代、その辺のね、音楽はね、好きかな、うん、まあまあ、うん、まあ軽いところで普通に、うん、あ、トシ君は結構アイドル系あまり歌わんで、そうね、普通のポップスか。最近ちょっとアイドル離れしてきてるもんで。まあ一応二人とも元はあのホリチェンのファンクラブ入ってますからね。まあ無料であの、うん、入れたけど、うん、
昔はね、金山で、うん、で、あれか俺家の20周年記念で大阪行ったもんな、そうかな、うん、ということで、昔はほんとあれね、あの今じゃ 100円で売ったらパチッとって光ってた、ああ、サイリウム、ね、うん、サイリウムをレンタル振っとって、うん、昔ね、堀締めのコンサートで、うんうん、ね、堀締めから言われたもんな、あそこなんで明るいのとか言って、あの辺りはとか言って、うん、そんな存在でした。そうね、じゃあ、お名前でいいかな、お、うん、次々行きます。あ、まだか。はい。次は、好きな、所長ととし君で好きな、はい、スポーツ。スポーツか。スポーツは、僕はもう趣味としてもスポーツ観戦が一つあるんですけど、ちょうど今北京オリンピックがね、そう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 、ちょうど始まりましたね、昨日開幕やりましたね、でも、うん、夏と比べたら競技 半分くらいしかないからね、2週間で終わっちゃうね、うんうん、その後また1週間いてパラリンピックだな、うんうん、実は最近その世界地図見るのが好き で、うん、で昨日出てくる国も調べとって世界地図で、ああ、国家国家とか、ああ、怖いね、うん、かなり出てない国やっぱり多いですね、冬季は、うん、こうやってとし君よく言ってますけどね、実はあの世界地図がめちゃくちゃだったんですよ、頭の中あの イギリスはあの島国ではないとか言ったり、脱線する、まあね、もうそう思ったもん、そう思う、ほんで、ブラジルの横にメキシコがあったり、何あれはアメリカの人に言ってたわけにそうやあれはそうだ、あれはそうだったという、あのずっととし君は間違えていた、あともう一個あったよ、最近の、あったよ、ああ、台湾な、台湾ってさ、台湾ってさ、島国ですね、うん、島国じゃなくて、あの辺に香港とかの下にくっついてるとずっと、中国とかあるよね、え、台湾って島国だなと思ったでも、都市君これだけ言ったとおりよ、好きなスポーツで、あの、メジャーリーグファンとか、メジャーリーグファン、まあ、だって知ってるし、うん、知ってるし、いや、俺はトシ君の影響で少しずつ見とるけど、ああ、うん、やっぱりあの、トシ君の15の1ぐらいしかメジャーリーグは知らない。メジャーリーグ、うん、メジャーリーグね、うん、周りに知ってる人ね、いないんだよ、あんまり。それが辛いよ。なるほど、そうやな。お話ができないという。カードもすごい持っとるね、トシ君ね。何万枚いったらね。で、まあ、うん、で、好きなスポーツ、うん、つながりで、トシ君は、僕と中学校はサッカー部で、そう、ほんで、トシ君は高校で卓球部、卓球だよ、ね、卓球はだから未だに結構強い、強いよ、あ、なんかね、最近トシ君があの大須の卓球場に行って、その店主とラリーが取ったらしい、そうやったよ、もう、うちんたんも本当にもう還暦近いんだけど、もうそれでね、うんうん、まあ、よく僕より全然体を動かしてますね、うん、その辺は偉いです、うん、じゃあ最後の質問、あ、まだ、まだ、うん、ま、これ最後ですね、これは多分ね、みんなもう今ね、まあ好きなアニメなんですけど、はい、ああ、アニメか、やっぱり鬼滅の刃、呪術廻戦、最近はね、まあまあそれは僕もそうだ、馬娘で、まあ僕もその、うん、馬娘はね、あと一応見とっただけ、ジョジョね、まあジョジョは好きやな、うん、だからジョジョはってことないです、トシ君嫌いだったよ最初、ああそれコミックスの時ね、うん、コミックスは嫌いだった、うちにいたら、うん、高校の時にあのジョジョがまあ連載されとったから、じゃあ、うん、それコミックスはね、なんか嫌やったな、うん、アニメになって面白い、加速するよね、やっぱりね、あるな、うん、アニメで見てると面白い、うん、で実写にしてもらうとあちょっと、うん、落ちるから、うん、ああいやいや実写はダメだよ、あんなダメダメダメ、ただもしあの鬼滅の刃が実写になったら本当にあの中学校ぐらいが主人公になるんな、そうだな、うん、うん、でまあ、うん、で好きなアニメは結局、ああだから今は、まあ、今ちょうどジョジョのジョリンのパート6やってもらって、ね、うん、ジョジョシーズのパート6やった時ね、ジョリンね、うん、これ一本で決めると難しいぞ、これは、うんとね、これはね、あのハーって死んどるっていう昔のなんか、トシ君の後輩がなんか見たらしくて、ああ、あの花ね、うん、
なんか3日にわたってぐたぐた言われてたらしいぞあれは完全に俺泣けるけどね。うん、いやいや、その人があの感動するのが大嫌いなんだよ。あ、感動するそういうものが、うん、まあ大変も長いけどね、あの日見た穴を僕たちは知らない。そうそう、あれは僕はもう、うん、じゃあそれが、ね、ガンガン泣いたな。じゃあそれがベスト版、自分泣ける中のアニメでは1位、泣けるアニメでは1位、泣けるアニメ、うん、なんか絞ってきたね。泣けるアニメ、うん、泣けるアニメ1位はもうあの花。何やろ、なんか泣いたけど、俺なんかね。で、K4 のもう僕はあの映画版は泣きましたね。ああ、 K4 か、うん、なんか大体映画アニメあったけどな、何かと忘れちゃったな。あと、とあるシリーズも大好きなんですけど、うん、もうみんな途中でまだ止まっとるね、とあるシリーズも、うんうん、そうやって、うん、お話ししてくれとるうちに俺は考えてる、何が違うの今ね、一応ね、頭の中にね、2つは思い浮かんどる。ああ、多分1つはね、ストライクウィッチズ。はい、違う。あれ違います。ちょっとあの辺は飽きました。飽きたの、うん、うん、あ、最近のダーウィンズゲーム。え、それも全然違います。違います、全然違います。ダーウィンズゲームでも知らん、うん、うん、アニメだろう、うん、うん、まあいい、まあ、じゃあ言いますね、うん、結構これ古い作品なんですけど、あ、幽々白書とかルロニー剣士。違います、違います、それ、そういうジャンプ系とかそういうのじゃない。え、やっぱりあれかな、あの、見とって、あ、BL 系か、見とって、あの、何見とって、あの、元気になれる、あ、明るくなれる、あ、題名ラキスタ。あ、ラキスタですね。ラキスタはやっぱりね、いつ見てもね、元気がもらえる感じです。あの、パンでチョコレートコルネはどっちから食べるって、そういうやつができますね。うん、まあ、うん、確かにそうかな、ラキスタかな、うん、そうそう、で、でもふんわり系だよね、バトルじゃなくてね。もう一個浮かんだのが、うん、あの、な、あの、いや、ゴスロリの、ああ、ああ、ゴシック、ゴシックっていうのが、ゴシックっていうアニメがあるんです。トシのあれ泣けますよね。あれ泣けますよ最終、俺途中までしか見てないけど、なんかもうどっちかというと、あの、何、もう一個人とるのがあったでしょ、ゴスリ。ああ、俺はそっちばかり撮ったな。ああ、あれのなんか真似みたいな感じになっちゃってるけどね。うん、うん、まあ魔女の方やな。そうそう、うん、そう、ラキスタはね、おすすめですよ、京アニだし。ラキスタは京アニはやっぱり軽音かな、俺は。あれ軽音は見てないんだよ。ああ、うん、長いでね、うん、聞いて。で、別に、うん、あとはね、ロボット系はあんまり見ないんだよね、不思議と。僕もロボット系はね、あんまり、うん、でも、ちょっと前まで見とったけどね、うん、うん、そっか、こんな感じです、いいんですか、こんな感じだね、うん、はい、いいです。これで第5問まで終わりました。じゃあ、これで1回締めますね、はい。では、最後に所有の、チャンネル登録お願いします。所有チャンネルは、5チャンネルありますので、どっかに入れますね。ではまたお会いしましょう。所有でした。トシでした。カレデハラでした。さあ、水を遅くと行けよ。よっしゃ。